どうも高井です。非正規雇用、経験ならバイト、金なら派遣。ほとんどの人にとっての理想の雇用体系というのは、正社員として会社に雇用されて働くことだよね。まあ、お金は、いろんな雇用で関係から考えると一番儲かるし、で教育の投資も企業が、よっぽどサポートない限りしてくれるし、ただ自由を奪われるっていう。サービス業であれば365日に近く労働を強いられるってことだし、でも私自由欲しいっていうのであれば非正規しかない。まあほとんどの人が今の時代だと非正規で働くことを求められると思うんだけど、では派遣はどうなのかっていうと、お金は正社員ほどはもらえない。お金の場合は派遣会社がその派遣先の会社に交渉をして、この人これだけできる人だからもう100円ぐらい時給上げてくださいっていう値上げ交渉をしない限りはそれがないし、してくれるケースはまだレアかなっていうのがこの本読んで見て取れる。ただ時間に関しては選べるから、その面は優遇されてるとは思うよ。ただそれは当たり前でしょって言ったらそれ前なんだけどね。ただ教育に関して言えば、派遣社員っていうのは他人の子供だから、他人の子供に学費を派遣で払えるのかってことで考えている。私自分の子供には教育を払うけど、他人の子供に教育って払えないんじゃないですか。そういう感覚で、ね、見ると、派遣社員ってね、自分自身でね、こういう本とか買って自己投資していく必要がある。だからそういう自己投資ができない人にとっては派遣社員って向いてないし、しかも派遣社員っていうのは能力があった上で働くってことだから、まあほとんどの人、派遣として働く人のほとんどが妥協して働いてるっていう、ブランク埋め合わせって感じで働いてる。で教育とかを求めて、でも自由も求めたいしっていうのであればバイトしかないっていうこと。まあ自由を求めれば求めるほどお給料下がっていくのが今の日本の社会なので、どうしてもそれでも給料をがっぽりもらうぞってことであればね、実力つけていくしかない。つまり自己投資をしていくしかないっていうことなので、一度こういう本読んでね、自由というのをね考えてみたらいいと思いますよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。